調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるの。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやリヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です。ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？なんてこった。今日も頑張ろう。
な、ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなことは。それより被検体の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど、結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは？マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで？今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。ナエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。はあ、最後に勝利する。
これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。どうすりゃいいんだっけ。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。次。ごめんなさい。本体が通れる。大通りでさらに多数の15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきか。出口まであと少し。一か八かやってみる。捕らえる。まずは旧市街地を抜ける。総員、進め。ルートへ移った。生きられる陸上者だけ狙う。無縁弾ヤバいってことだよな。
それとは動きが違うぜ。敵を砲台で片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょ。ありがとう。邪魔しない。取られた。
お世話様です。蹴散らして。進軍ルートは確保できた。さすがミカサ、任せて正解だったよ。戦わなければ勝てない。お前と一緒に行けば楽できそうだ。さすがは首席のミカサ様だ。あの色は助けに行かなきゃ。連携して作戦を続けるぞ。
守が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行士直接倒すしかない。